そうですね、まあでもちょっとプレッシャーもすごいあったので正直4日間がすごい長かったんですけど本当に勝てて嬉しいです。そもそも宮里家のゴルフは家族で一緒に楽しもうということから始まりました。そしてお父さんと愛ちゃんは応援です。そう、ナイス、素晴らしい。チャンピオンを育てようと思ったのではありません。家族揃ってゴルフがしたい。ナイスショー、綺麗だった。そんな父勝のささやかな夢がいつしか愛というスーパーヒロインを育てたのです。宮里藍、いよいよ18番最終ホールのティーショットです。フェアウェイを確実に引き出し、日本ツアー史上かつてない2万人というギャラリーを引き連れた日本女子オープン。2005年、プロ2年目、20歳になった藍は10勝目という節目を日本女子オープン優勝で飾りました。今世界を目指す位置にまで来た藍、そこには父勝の独自の子育て論があったの